ユニットを紹介したいと思います、はい、私たち福岡乙女歌劇団はですね、元気を発電する演劇ボーカルパフォーマンスユニットということで、お芝居をしたり歌を歌ったりダンスを踊ったりとですね、さまざまな場所で活動しているパフォーマンス集団なんですね。はい、その中でも歌を歌う舞姫、ダンスを踊る歌を歌う歌姫、ダンスを踊る舞姫、そして私たち語り部というふうにな、あ、MC をする語り部というふうになっております、うん、そうやってカッコつけて呼んでおります。はい、そうやってね、あのメンバーのさまざまな特徴を生かしていろんなところで活躍していこうぜっていう気合の入った劇団なんですね。はい、そんな気合の入った彼女たちが控えておりますので、はい、早速呼び込んでいきたいと思います。皆さん温かい拍手でお迎えください。福岡乙女歌劇団、はい、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ、はい、早速ずらっと並んでいただいたんでですね、はい、まずじゃあ自己紹介をさせていただきましょうか。はい、はい、マイク持ってる、じゃあこの2人から、はい、行きましょうかね。そちらから、じゃあ私から行かせていただきます。立てば少年、座ればヤンキー、歩く姿はプロレスだ、いくです。よろしくお願いします。アイクリーだけど鼻毛が出ちゃう女の子だもん。福岡乙女歌劇団の乙女の中の乙女、ゆりです。よろしくお願いします。はい、乙女歌劇団副団長の真由子です。よろしくお願いします。はい、見た目はギャル、中身は真面目、アイコです。アイコ、はい、福岡乙女歌劇団一のハイテンション千尋です。よろしくお願いします。はい、福岡乙女歌劇団の中でビバリーヒルズのお嬢様と呼ばれてます、なるみです。よろしくお願いします。はい、福岡乙女歌劇団の一見クールな大食いかなです。よろしくお願いします。はい、福岡乙女歌劇団のボーカル担当、歌姫のゆきなです。よろしくお願いします。ゆきな、はい、福岡乙女歌劇団最小サイズ、りなです。よろしくお願いします。りな、はい、このような愉快なメンバーでやっておりますが、はい、早速1曲目いってみたいと思います。はい、します。皆さんスタンバイお願いします。ありがとうございます。はい、私たち福岡乙女歌劇団の楽曲の特徴として、楽曲の中にお芝居を散りばめております。今から披露させていただく曲は、星のかけらによって人形たちがよみがえり、その喜びを歌やダンスで表現するという夢のある素敵な曲です。それでは第1幕、福岡乙女歌劇団。Yeah!
形で出来上がっていくのかということを今から説明したいと思います。はい、私たち福岡乙女歌劇団の楽曲はアレンジはプロの方に任せてるんですが、はい、実は作詞作曲振り付け全てメンバー内で行っております。イエイ、今日もね振り付けしてくれたメンバーが来てるんですね。はい、ひろ、はい、なるみ、あいこ、はい、はい、この3人が担当してくれてます。はい、とってもダンスが上手い3人です。どうぞ注目してみてください。はい、下がってください。そして作詞してくれたメンバーも来ています。ゆきら、毎回素敵な歌詞を書いてくれています。はい、はい、盛り上がってきたところで次が最後の曲になります。皆様目からそんな大粒の何かを流さないでください、はい、私たちに会える場所まだまだたくさんあります、はい、というわけで告知タイム。それではなるみお願いします。はい、はい、明日10月5日に私たちが所属している事務所が主催するエレガントコレクションが開催されます。はい、会場はスタライスタシオというところで、場所は県知事のロフトの隣にあるトヨタビルの地下2階です。はい、はい、で始まる時間が夕方の4時半からとなっています。こちらがモデルさんのファッションショー、先ほど出演していただいたポジティブメンタイさんの立ち回り、私たち福岡乙女歌劇団のライブ、そして B ゾーンの出演でおなじみのケンケンさんのライブ、ダンスコンテストなど様々な出し物が盛りだくさんとなっています。最高、はい、ダンスコンテストなんですが、はい、ダンスパフォーマンスで対決するという出し物になっております。そこに福岡乙女歌劇団からかなこ、なるみ、ちひろ、あいこが出演するので、ぜひぜひ応援しに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして私たち福岡乙女歌劇団のデビュー公演が決定しました。はい、日時が来年の2月の10日から15日、場所がキャナルシティの隣にあるフォンプラザホールです。詳細決まり次第公式ホームページにアップしていきます。この2月の舞台公演で私たち福岡乙女歌劇団は正式なデビューとなります。たくさんのご来場お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後の曲参りましょうか。はい、それでは皆様準備お願いします。はい、次に聴いていただく曲は先ほどの曲とは打って違っていてですね、友情をテーマにしたストーリー性のある爽やかな曲となっております。皆様楽しんでください。第2幕約束の虹。
ステージの後もですね、物販を設けておりますので、私たちのグッズぜひ見るだけただですが、ぜひぜひぜひ買っていただきたいです。よろしくお願いします。